毎回寄生植物の出番もちろです。クリップスタジオペイントを使って絵を描いているとしきりにアピールしてたからか、セルシスさんから案件をいただきました。まあ、いろんなね、追いかけツールあると思うんですけど、エヴァがなんでクリップスタジオペイントを使い続けているのか、まあ、それをどうやって活かしているのかというのをイラストを描きながら、その魅力について解説していこうと思います。最近絵を描き始めたばかりの人や、これから絵を描きたいと思っている人にも分かりやすくお伝えしていきます。動画の後半では、普段はね、あんまりお伝えしていないと思うんですけど、エヴァが絵を描き続けている理由や、エヴァが思うセンスの定義についてもお話ししていくので、ぜひ最後まで見ていってください。クリップスタジオをどれぐらい前から使っているかというと、クリップスタジオペイントが出る前、コミックスタジオの時代から使い続けてます。最初塗りはフォトショップを使っていたんですが、今はクリップスタジオに一本化しています。やっぱね、イラストに特化しているだけあっても、かゆいところに手が届くんですよね。後で詳しく説明しますが、素材や作画補助機能がすごいね、充実していて、やっぱ総合力が高いなと思います。なるべくね、新しいものは積極的に試すようにしているので、プロクリエイトとかアイビスペイントも触ったことはあるんですが、結局戻ってきてますね。まあ、紆余曲折あってずっと付き合ってる、もう幼馴染みたいな存在です。機能がたくさんあるのにめっちゃ使いやすいんですよね。で、パッと見シンプルでとっつきやすいんだけど、掘れば色々出てくるんですよ。で、機能を絞ってシンプルな追いかけソフトも、まあ、色々あると思うんですが、最初は良くても自分が成長していったり変化していったりすると、こういう機能あったらいいなみたいなのが結構出てくると思うんですけど、そうなった時にクリップスタジオペイントは大体全部ある。ラフが進んでいますが、ここでクリップスタジオの特徴とエヴァが思ういいところを4つ紹介したいと思います。クリップスタジオには描くのが楽しくなる、描いてて楽しい機能がめっちゃたくさんあるんですよ。エヴァが紹介するのは、まあ、一部ですけどね。1つ目、かゆいところに手が届くブラシ機能。これに関しては一旦使ってみてほしい。全部の機能を30日間試せる体験版とかもあるみたいなので、書いてみればわかると思う。でね、使ってみてほしいのはね、特にベクターレイヤーです。ベクターとはベクトル、つまり数値制御の線です。左が一般的なラスターレイヤーの線なんですけど、パッと見では違いがわからないんですけど、右のベクターレイヤーはパスで制御されてます。なので、後からこんな風に形を変えたり、縮小してから拡大し直しても、もう画像が全然荒れないんですね。で、しかもこれ線を描いた後にブラシ形状を変更できるんですよ。すごくないですか？昔は結構ね、動作が重かったり、パス制御の線は重くなりがちとか言われてたんですけど、これがもう異様に軽い。多分、魔法の類だと思う。ちなみに月額、年額プランっていうのをね、登録すれば、最初の3ヶ月が無料になるので、まあ、この期間で一旦お試しで使い倒してみるっていうのもおすすめです。2つ目、漫画機能。イラスト以外にも漫画とかアニメとか、こういうのに特化してるだけあって、使い勝手がいいんですね。具体的には、トーン処理がすごい綺麗だったり、もがれが出にくかったりね。あとは吹き出しとか、こんな感じでね、複数の吹き出しがいい感じに馴染むんですよ。あとはベクターレイヤーでの線管理とか、こうやって消したりもできる。個人的に気に入ってるのが複数ページ管理で、これ確か EX 版の機能で、もともとは漫画用の機能だと思うんですけど、イラストでもすごく便利に使えて、エヴァはサムネでまとめたり、案件でイラストをまとめたりしてます。まとめて書き出しができるのもすごい便利ですね。3つ目、素材の充実。クリップスタジオといえばもうこれよね。前に配信もしたことがあると思うんですけど、イラストに使える素材、クリップスタジオアセッツっていうのがあるんですけど、これがもう 3D からブラシセットまでもう何でもあります。で、ここにあるものは、漏れなく商用利用できる。これが超助かりますよね。ネットにまあいろいろ素材はあるんですけど、いちいちどこまで使っていいのかっていうのを確認したりするの結構時間かかりますからね。で、このアセッツ見てるだけでもかなり想像力が刺激されませんか？プロが提供してくれるものもね、本当にたくさんあって、みんなが使ってるプロのスタメンブラシが簡単に手に入る。逆にツールを言い訳にできなくなったりするんですけど、今もアセッツに頼らない絵はないくらいめちゃくちゃ使ってます。
レーバーもね、自作素材を登録しているので、よかったらぜひ使ってみてください。うなぎがおすすめですが、一番ダウンロードされているのは、こちらのテクスチャーブラシです。あと、素材は 3D 素材が強力だよね。なんかさ、絵を練習するとき、パースを理解してから描くのもいいんだけど、なんかそうじゃなくて、理解しながら描ける。もう結局やってみるのが一番勉強になったりするので、3D でとりあえず置いて構造を理解しながら書くみたいなのはね、めっちゃおすすめです。英語を勉強するときに英語話す恋人がいると早く身につくのと同じです。多分。もう実践が一番なのよ。書きたいものがあるけど書けないともうどうしようってなるじゃないですか。でそんなときは一旦このアセッツで検索してみると大体いい感じのがあります。例えば今回のイラストはしゃがんで水たまりに反射してるポーズなんですけど、これ想像で描くのもめちゃくちゃ難しいじゃないですか。自撮りもいろんな意味でしんどいじゃないですか。でそんなときはこのポーズ素材を探すと描きたいやつはもう大体あります。で関節ごとに調整できるので、これいい感じの構図になったら下書きとして使うことができます。今回はまあこんな感じでレイアウトを置いてみました。関節とかはあんまり綺麗なシルエットにはならないので、あくまで自分の知識と組み合わせながら当たりとして使うといい感じになるかなと思います。4つ目、作画補助機能が充実。手ブレとかの補正もあると思うんですけど、圧倒的だと思うのが歪みツールです。完成後の調整ができるんですよ。こんな感じで割とこれ最近の機能で、多分これも魔法の類です。使うときはなんか MP とか消費してんじゃないかなと思います。出る前は変形ツールで頑張ったり、レイヤーを一つ一つ手直ししてたりしたんですけど、これで一発でできる。でしかもこれ統合レイヤーじゃなくて、レイヤーを分かれた状態でもできるっていう、もうほんと神技術。だこれやる場合結構ね、動作としては重くなるので、調整前は保存をおすすめします。あと、エヴァ的に嬉しいのは、VRM っていう 3D の汎用フォーマットに対応したということですね。こんな感じでエヴァのモデルを入れると、そのまま主体にできるんですよ。で、最近結構簡単に 3D モデルとか作れるソフトもあるので、自分のモデル作って主体にするっていうのも良さそうですよね。以上、エヴァが思ういいところを4つ紹介してきました。次は初期設定について解説していきます。普段はね、あんまりこういうとこまでは説明してないんですけどね、いい機会なので解説していきます。これが正解とかはないので、あまり細かいことは気にしなくていいかなと思います。あくまで参考程度にしてもらえると嬉しいです。基本的には同人誌とかで印刷するなら大きめにしておくということですかね。ノーマーの時に使ったりするから、A4300dpi 以上がエヴァとしてはおすすめです。PC のスペックとかにもよると思うんですが、エヴァのプレセットは A4 サイズ 400dpi にしています。なんで400かというと、多少こうトリミングしたり縮小をかけても 300dpi 以上確保できるからです。キャンバスびっちり描くというよりは、少し大きめに作って後でトリミングするというような意識でいます。メイキング動画を作るためにタイムラプスを設定するのもおすすめです。これ後でも設定できるんですが、ファイル作成時にこのね、左下をチェックするだけです。容量はね、結構大きくなるんですけど、見るだけでも楽しいので、ぜひ一度やってみてほしいです。エヴァの動画のタイムラプスは、だいたいこれで撮ってますね。設定が終われば、あとはもう思うままに描くだけですね。エヴァも初めて線を引いて顔を描いた時とか、もうすごいドキドキした覚えがあります。可愛く描けたり、想像以上の仕上がりになったり、楽しいことがたくさんありますよね。画面レイアウトについても少し紹介していきます。機能がたくさんあるから、全部表示させると結構画面が埋まってしまうんですよね。なので、エヴァのよりすぐりを紹介します。右にレイヤーがあって、その隣にカラーサークル、その下にサブツール。ツールとかツールプロパティ、レイヤープロパティのなんか属性とか性質を示す情報、プロパティ系は左側にまとめています。で、全体を見るためのナビゲーターとか、資料を映すサブビューは別のモニターで表示させています。そんなに複雑な方じゃないかなと思います。これも自分の使いやすいようにカスタマイズするのも楽しいですよね。で、クリップスタジオってもう本当に機能がたくさんあって、使いこなせないんじゃないかとか、思うかもしれないんですけど、安心してください。ネイバーも使ってない機能の方が多い。
大切だと思うのは、自分にとって必要になった時に使えるという選択肢があることだと思うんですよね。ちなみにやりたいことが思うようにできなかったり、使い方がわからない時には、サポートコミュニティ、クリップスタジオアスクに聞いてみたり、FAQ やクリップスタジオティップスに公式の解説や講座がたくさんあるので、チェックしてみることをお勧めします。もはやもう絶対にわからないなんて言わせないという強い意志を感じます。みんなが使ってるから情報がたくさんあるっていうのもとても大きなメリットかなと思います。最後にタイムラプスの仕上げを眺めながら、エヴァが絵を描き続けている理由について少しだけお話ししていこうと思います。 SNS とか見てて、すごい絵がスルンと流れてきたりすると、特別なセンスとか何かがあるんじゃないかなって感じることありませんか？センスって実は誰もが持ってるけど気づいてないだけだと思うんですよね。量とかはあんま関係ないんじゃないかと思います。好きなものってありますよね、誰しもが。で、好きなものがよくわからないという人は、こんな感じで好きなもののトーナメント表を作って、どっちが好きかを戦わせると、一番好きなものを見つけられるのでおすすめです。で、仮に雨上がりってなんかいいなと思ったとして、で、その魅力って言葉で伝えることもできると思うんですけど、やっぱりビジュアルで伝えるのが一番早くて正確だと思うんですよね。でも魅力を伝えるには、雨上がりの何が魅力なのかを具体的に理解して、しかもそれを表現しないと伝わらないわけですよね。例えば雨上がりの水たまりってなんかこう世界を反転してるみたいに見えたり、水滴に光が正反射してキラキラしてるなとか、路面が濡れることで光の拡散が抑えられて黒が沈んで見えるなとか、虹が出るなとか、色が鮮やかになるよなとか、いいと思ったポイントを分解してそれを絵に入れていく、落とし込んでいくみたいなイメージです。絵を描く過程の中で自分のいいなと思ったものとか好きなものと向き合うのって最高に楽しいし、それを続けてると、なんか日々のちょっといいなって思ったものが、なんでいいと感じたかが分かるようになってくるんですよね。そうすると生活の解像度が上がって、毎日が楽しくなるんですよ。なんかセミナーみたいになってきた。反射の勉強してる時に、くしゃくしゃのアルミホイルを見ると、脳が処理落ちそうになったり、服のシワにうっとりしたりとか、葉っぱの透過に燃えたりとか。いいと感じたものを自分の中で解釈して表現して分かりやすく伝わるようにすると、他の人にいい感じを感じてもらうことができる、自分の好きをお裾分けができるわけですよね。それが価値であって、そこに結果として尊敬とか、まあ、場合によっては対価、お金みたいなものが発生してるんじゃないかと思うんですよね。なので、まあ、これはあくまでエヴァの意見なんですけどね。イラストを描くことって何がいいかというと、まあ、褒めてもらえるとか依頼が来るとかいろいろあると思うんですけど、エヴァにとっての根っこは自分の理解とか感覚が研ぎ澄まされていくことだと思ってます。絵を描くことで日々の素敵なことに気づきやすくなって、それを人に伝えることもできる。自分の好きととことを向き合いたいなと思った時に、クリップスタジオペイントは本当にね、心強い相棒になるはずです。はい、綺麗に着地ができたところで完成したイラストを見ていきましょう。雨上がりのカエルと戯れるエヴァマシロを描いていきました。かがんだ人が水面に反射しているという、もうわけわからないくらい難しい構図へのチャレンジでしたが、3D 素材を駆使することでかなりいい感じに構図を捉えることができたんじゃないかと思います。シチュエーションが謎なこと以外は完璧ですね。寄生植物の貴重な捕食シーン第2弾です。やっぱりできなかったことが少しずつできるようになったり、今まで気づかなかったことに気づけたりするのが楽しいよね。今回の動画をまとめていくと、クリップスタジオの特徴とエヴァが思ういいところを4つ紹介してきました。1つ目は痒いところに手が届くブラシ機能。2つ目はアセットの充実。漫画機能が3つ目で、作画補助機能が4つ目です。初期設定、あとは画面レイアウトを紹介しました。あとはエヴァが思うセンスの正体と絵を描く理由についてです。まだ実は使ったことがないんだよなって人は、すべての機能を30日間無料で試せる体験版があるので、ぜひそちらも使ってみてください。ちなみに無料体験版は PC、iPad などのタブレット版問わず、いろんなデバイスで使うことができます。それでは今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録、高評価をポチッとしていただけると嬉しいです。エヴァに聞いてみたいことがあればマシュマロで教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。
クリップスタジオを間違えてサブスクね2個登録してました。